新聞制作技術展は、新聞の制作技術に関する展示会。日本新聞協会主催、日本新聞制作技術混和会協賛で、新聞製作業界最大の技術展である。入場無料。1972年に第1回が開催され、翌1973年に第2回、以後2009年の第20回まで、各年秋に開催されていたが、 第21回は3年後の2012年に開催、その後2018年の第23回まで3年ごとの開催となっている。会場は東京ビッグサイト。過去には東京国際見本市会場などで開かれていた。内容は新聞業界の各種プロ仕様最新機材、最先端技術の展示。 新聞印刷用輪天機や発送用機材など、ハードウェア中心のものから、新聞編集用の組版システム、データベース、DTP 用、本土、新聞用書体など、ソフトウェア中心のもの、また、ニュース写真の画像処理や、新聞広告に関するものまで、代償様々幅広い。出展者は、 日本新聞制作技術混和会加盟への新聞制作関連メーカーが中心となっているが2003年の第17回からは同会加盟者以外のメーカーも参加できるようになり2009年の第20回からは新聞社も出展するようになった特徴として参加各社が自社技術や新製品を会場にて初披露することが多いこのため新聞業界はもとより 新聞読者など一般人にとって普段は見られない新聞作り全工程を技術面から楽しむ社会見学の場となっている。また、全国紙のように在京拠点の内地放社員にとって貴重な技術確認、交流の場となっている。2018年の第23回は11月28日から3日間の日程で今だからこそ正確な情報を読者に届ける。 テクノロジーを統一テーマとして約50社が参加した。ありがとうございます。